初動力力力はもももうめめめちちちゃゃゃ命命命ででですすす継続やっっぱり改善どうも、大谷です。本日はですね、達成力を高める3つの力というテーマで動画の方をお送りしていこうかなと思います。はい。さて、早速なんですけれども、1つ質問があります。それがこちらですね。設定した目標を達成することはできていますか はいたぶん、この質問に対して多くの人はですね、まあ、できていないと答えるんじゃないですかね、どうですか、あなたもできていますか、それともできていませんか、はい、逆にですねできている方に関しましては、この動画、このまま閉じてもらっても全然 OK です、ただ達成できていないのであれば、これ以降もですねしっかりとあの動画の方ですね視聴していただければなと思います。ははいで各有大谷もでですすねね実は達成力っって昔なかったんです、ね はいというか、今もなおですね達成できないことでたくさんあるんです。はい例えば、昔の、ね、例を取り上げるのであれば、僕、自己啓発の、ね、営業マン、もう4年前ですかね、はい、やってたんですけれども、あの4ヶ月間、1本も売れず、無収入だった時期があったんですね。はい他にもですね、ブログ、もうあの1年間、無収入でした。365日、毎日です、ね、3000文字ぐらいのブログ記事のを書いていたにもかかわらず、結果、無収入だったんですよね。 はい、で、この動画、うん、YouTube に関しても全く同じことなんですね。はい。1年間無収入でした。広告収入もほとんど入ってきませんでしたし、ここからの集客っていうのはほとんどありませんでした。まあ、しかしですね、この3つの力っていうのを意識することによって、達成力っていうのを爆上げさせることができるようになりました。例えば、先ほどのね、自己啓発を例にとるのであれば、はい。6ヶ月目にはですね、なんと280万円の売り上げを上げることができたんですね。はい。1本も売れなかった僕がですね、6ヶ月目にこれだけの売り上げを上げることができました。はい。まあ、当時ね、単価40%。 1 0万円のサービスを売ってたんですけど、それを月に7本売ったって感じですね。他にももでですねブログでも はい、2万 PV を達成することができてそして売り上げアップですねはい、まあ、オンライン上でコンサルを取ったりとかねあとはチャンネルメンバーシップだったりとかそのコミュ力アップ講座だったりとかっのをこう売ることができたりとか他にもですね YouTube でもチャンネル登録者数1.5万人を達成したりとか、まあ、広告収入がね入るようになったりとかであとは YouTube からこう集客できるようになったりとか3つの力を高めることによってこれらのですね成果を上げることができたんですねまあ多分ねこんな話をされるとねじゃあ3つの力早く教えてくれよっていう人がまあいると思うんですけれどもというわけで,で ですね、本日の動画に関しては達成力を高める3つの力をそれぞれ詳しく解説していこうかなと思います。 というわけでですね、早速一つ目の力ですね、を紹介していこうかなと思います。一つ目は、初動力ですね。初動力って何かっていうと、素早く行動する力のことですね。これが初動力です。はいで結論をお伝えすると、初動力はもうめちゃめちゃ命です。達成力を高める上で初動力はもう欠かせないものなんですよね。はいでなんでかっていうと、これ当然の話なんですけれども、はい行動しなければ始まらないからなんですよね。 はい。例えば、もうこんなのね、あんまり言いたくないんだけれども、例えば、営業で成果を上げたいって言ってる人間がね、営業始めようかな、どうしようかな、うーん、とかって言ってたり、ことね、下のね、ブログと YouTube は特に言えるんだけど、副業でお金稼ぎたいなー、でもどうしようかな、やろうかな、やめようかな、うーん、とかって言って考える人とかっているじゃないですか。つまり、二の足を踏んでいると、いつまでたっても何かを達成することなんかできませんよねってことなんですよ。なので、この初動力って非常に大事なんですね。はい。 まずは大切なわけですよ。とにかく決めたらすぐに行動すること。これが非常に大切なわけですね。はいまあ、ただですね、こんな話をするとよく言われるのがこちら、はい。どうすれば初動力を上げることができるんですかと、高めることできるんですかって質問ですね。はい、でこれ結論をお伝えすると、ダウンサイジングです、はい。ダウンサイジングってダウンっていうのは下って意味ね。でサイズっていうのは大きさのことです、はい。つまり大きさを低める、小さくするってことですね。 はい。つまり、小さく行動するということですね。これがダウンサイジングと言われるものですね。はい。じゃあなんでね、このダウンサイジングってのが、初動力を高めるのかと。結論こちら。行動への言い訳がなくなるからですね。はい。これね、人間の脳の話になるんですけれども、人間ってね、今までやったことがない、ハードルの高い行動をやろうとすると、脳が言い訳するんですよ。 例えばダイエットを始めようと思った時にね、いきなり、よし、今日から30分のランニングをしようって思うと脳が反射的に言い訳をするんですよ。この言い訳のことをクリエイティブアボイダンス。 ま想、あ、像的回避とかって言うんですけれどもこれは人間の本能上ねこう反射的に行われてしまうんですね例えば30分のランニングね1日2日はできたらいいんだけれども3日目になると今日はなんか仕事で疲れたからちょっとやめとこうとかねまあ様々な言い訳をするようになるんですよなのでダウンサイジングをすることによってこの言い訳とのなくすことができるんですよということなんですよねじゃあどういう風にダウンサイジングしていくのかってお話ですよねはい具体例3つ紹介します例えば毎日30分のランニングをしたいと思うのであればまず まずは家の周りを1周。はい これぐらいダウンサイジング。うん。行動を小さくして行動し続けるってことが大切なんですね。他にも3000文字のブログ記事をこう毎日書きたいと思っているのであれば、まずは300文字の記事からスタートするという感じですね。はい。まあ、300もの文字の記事だと辛いって方は、Twitter ってのは140文字だから、Twitter から始めてみるとかでも OK です。はい。何が言いたいのかっていうと、文字を書くという習慣がまず大事なんですね。そのためにダウンサイジングしていくって感じです。他にもですね、YouTube を始めたいと思っているのであればね、はい。最近だともう 以上上の動画を上げるる人ってて結構増えてるじゃないでですかそうでも初めて動画を撮る方からするとね、この10分の動画を撮るって結構ハードル高いわけですよ。だから何をしていけばいいのかというと、下、1分の動画からスタートしてください。でしかも1分、カメラの前でしゃべるという感じで OK です。つまり YouTube にアップする必要はないです。はい、何が大切なのかというと、カメラの前でしゃべるという習慣を形成することが大事なんですね。 はい。なので、ダウンサイジングして、とりあえず継続し続けると。これが非常に大切になってくるわけですね。まあ、以上でですね、初動力の話は終わりになるんですけれども、この初動力を高めていく上で何が大切なのか。それはダウンサイジングと、行動を小さくすること。これが非常に大切ですよということですね。 でははつつ目目きましょう2つ目は継続力です、まあ、継続力が大切だってことはいろんなところで聞いてると思うんですけれども今回はこの継続力をちょっと論理的に、ね、解説していこうかなと思います、はい、で結論、継続力も命です、やっぱり、はい。初動力と同じぐらい命なわけですね。 はい、でなんでかっていうと継続しないと課題が生まれないからなんですよね、はい、つまり課題問題みたいなものを浮き彫りにするためにこの継続っていうのが非常に大切になってくるんですね、まあ、例えば例を3つほど紹介しようと思うんですけれども、ね、営業力を鍛えたい高めたいって時にですね10回訪問したぐらいで営業力がつくことはないんですねなんでかっていうと課題が少ないからです つまり、それだけデータが全く取れてないからなんですよね。で、これ、ブログも YouTube も全く同じことが言えるんです。ブログ10記事書いたごときで何がわかるんですかって話なんですね。ブログを10本書いた人と100本書いた人では、問題の浮き彫りになる数ってのは全然違いますよね。つまり、ブログの質を高めるきっかけってのが、やっぱりね、数を行なした方が多いわけですよ。これは動画でも同じことが言えます。例えば僕もね、今こうやってスラスラ動画で喋ってるけれども、昔ってうのはさ、こう全然喋れなかったわけですよね。論理構成もめちゃくちゃだったし、 途中でなんか話が飛んだりするし、みたいな感じだったんですよ。しかしですね、これも100本、200本、300本って動画を撮り続けていくうちに、課題ってのがのがいっぱい出てきたわけですよね。はい、でその結果、それを改善していって、質をより良くしていった、みたいな感じなんですよ。 つまりまとめると、とにかくまず課題を顕在化させるってことが非常に大切なわけですね。行動しないと課題がわからないわけですよ。だから行動することによってその課題ってのを顕在化させていこう。これが継続が大切な理由になります。まあ、こんな話をするとね、じゃあどうすれば継続力を高めることができるのかみたいな質問もされます。結論ですね、とにかく続けてください。はい。で、ここで大切なのが先ほどね、初動力のとこでお伝えしたダウンサイジングです。 つまり、行動を小さくして、コツコツ行動していくと。これが大切なわけですね。はい。で、なんでかっていうと、行動のレベルが徐々に上がってくるからですね。はい。先ほどのね、初動力で疑問に感じた人いると思うんですけれども、こんなね、例えば先ほど30分のランニングをするときにね、はい。家一周でいいとかって、えこんな一周を毎回繰り返しただけで、最終的に30分のランニングになるのって疑問を感じた方って結構多いと思うんですよ。はい。ただですね、人間ってちっちゃい行動でも、 この行動を繰り返していくと、その行動のレベルってどんどん上がっていくんですね。はい、具体例3つ紹介します。例えば、まあ、良くないちょっと具体例なんだけど、いじめとかもね、どんどんエスカレートしていくってイメージありません最初はね、デコピンするレベルだったのが、最終的にね、こうぶん殴ったりとか、石投げたりとかするっていう、そういった事件性の高いこうレベルまで上がっていったりするわけですよ。それってのは、もうデコピンするっていうのに慣れてくるからなんですよね。飽きちゃうからなんですよね。だからどんどん行動のハードルが上がってくると。 他にも借金もそうですね。はい。最初は1万円の借金だったのが3万円、5万円、10万円、えっと50万円、100万円みたいな感じで上がっていくんだけど、痛みって減るんですよ。はい。最初の1万円の方が金額は少ないんだけれども、めっちゃダメージあるんですね。はい。たら2回、3回、4回って繰り返していくと、その精神的負担っていうのはどんどん軽減されていくんですよね。はい。で、他にもウォーキングもそうですね。これ僕の例なんですけど、僕最初ですね、先ほどのダウンサイジングでお伝えした例のごとくですね、まあ、家一周。 っていうレベルだったんですよ。はい。で、それが10分になって、20分になって、今ね、どれぐらいウォーキングしてるのかっていうと、1日で1時間以上僕、ウォーキングしてるんですよ。で、これっていうのもですね、10分じゃ足んないな、20分じゃ足んないな、30分じゃ足んないな、みたいな感じで、どん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 行動のレベルっていうのが上がってったからなんですよ。だから、気づいたら結果、1時間歩いてた、みたいな感じになっているんですよね。まあ、ここからもわかる通りですねあの、いかにダウンサイジングして、それを継続したとしても、その行動のレベルっていうのは基本的には上がっていきます。なので 心配しないいでください多くの人はですね小さくするとなんかバカバカしいって思っちゃうんですよねだからこんな小さな行動をやってられっかーって言って結果大きな行動からスタートしてしまうはいでその結果つまずくわけですよね飽きちゃうんですよ3日坊主で大体終わってしまうんですよねでその結果継続をやめてしまってやっぱりダイエットするのやめっぴーみたいな感じになってしまうということなんですよねなので何かを継続する上では必ずこのダウンサイジングを行うそしてダウンサイジングしたものを継続する、うん、これをしっかりとやってっていただければなと思います では最後、三つ目行きましょう。三つ目は、改善力ですね。これが非常に大切です。実は極論言うと、一と二、つまり、初動力と継続力に関しては、できる人めちゃめちゃ多いんですよ。しかし、何かを達成するというところに直結した力っていうのは、やっぱりこの改善力になるわけですね。なので、この改善力もしっかりとですね、主張していただければなと思います。はい。で、結論からお伝えします。改善力もめっちゃ命です。というか、もう達成力に直結するのは、この改善力なんですよね。はい。で、なんでかっていうと、 改善しなないいと課題を解決でできないからですね先ほど継続の部分で課題を浮き彫りにするということをお話ししたんですけれどもこの浮き彫りにした課題っていうのを改善するのがここでのフェーズですねはい例えば営業とかで言うのであればねはい100回訪問しましたうんでも契約数ゼロですこれって絶対なんかおかしいですよねはい何か改善すべき課題っていうのがありますよね他にもブログ100記事書けましたでもアクセス全然上がりませんこれも何かしら理由がありますよね課題があるに決まってますよね 他にも動画。うん。がむしゃらにね。100本動画撮りました。でも視聴回数全く伸びません。これも何か課題だったりとか問題がありますよね。つまり、何かを達成できていないということは、その課題をしっかりと解決することができていないということなんですよね。はい。まあ、すなわち、達成力には課題の解決っていうのがめちゃめちゃ大切なんだよということなんです。まあ、ではね、どうすれば、この改善力っていうのを高めることができるのかってお話ですよね。はい。結論。数字を意識してください。もうこれだけです。何かを改善するとかってなったら、 必ずここの数字を意識ししててくださいこれは何に対しても応用できます例えば、営業で言うのであれば、僕がよくね、立ててた目標って3つあるんですよ。その1つ目っていうのが、売上目標。まあ、これはよく聞くと思うんですけど、他にもそれを細分化した訪問目標。うん、月に何回訪問するとか、まあ、もちろん1日単位に置き換えても OK です。他にも契約目標とかね。例えば、この数字をベースにお話しすると、訪問が100回でした。でも契約が0でした。ってなった場合って、何かしら問題があるんですよ。 例えば、マーケティング。そもそも攻めてる場所に問題があるかもしれないし、他にも営業力。そうつまり、対顧客との,この会話ですよね、はい。そういったところに問題があるかもしれないし、ということなんですよ。わかります数字を見ることで、一体何に問題があるのかっていうのが具体的にわかってくるんですね。ただ、この例だとちょっと抽象的なので、もうちょっと具体的に見ていきましょう。例えば、ブログ。 っていうのであれば、もうオーソドックスな数字ですよ。それが PV ですね。ページビュー。つまりどれだけあのページが見られているかっていう PV ですね。はい。他にも CTR。これクリック数のことです。で、次、CVR。これ制約率のことですね。はい。じゃあ PV 数がめちゃめちゃありました。にもかかわらず、クリック数がめっちゃ低かったです。もう般にも満たにません。満たないです。 っっっててなった場合って何が問題があるのかっていうとやっぱり CTR つまりクリック率を上げるセールスライティングに問題があるわけですよね。 だからセールスライティングの勉強をしようみたいな課題解決に向かうわけです。わかります数字を見ると何を具体的に改善していけばいいのかっていう行動ベースに落とし込むことができるんですよね。他にも動画で言うのであればね、YouTube ね、視聴回数だったりとか。で視聴回数が低いってことはこれすなわちサムネイルが悪いわけですね。はい。なのでサムネイルのインパクトをつけるとか。あとはインプレッションに対するクリック率。うん。インプレッションって何かっていうと表示回数ですね。 そうつまり、どれぐらいの人たちがこの動画を目にしたか、サムネイルを目にしたか。うん、じゃあ、例えばこのインプレッションのクリック率ってのが5%でしたってなった場合に関しては、100回表示されてるんですけど、5人しか見てないということなんですよ。なので、このインプレッションのクリック率を上げるためには、じゃあもうちょっとサムネイルを工夫しようとかね、はい、あとはタイトル工夫しようとかっていうふうな戦略になるわけですよ。はい、で他にも視聴者維持率、これ非常に大切ですからね。 はい。どれぐらいの時間、この動画が見られてるかっていうのが大切なわけです。まあ YouTube さんからするとね、まあ広告を見てもらいたいわけですから、この視聴者維持率ってめっちゃ気にするわけですよ。YouTube 視点ね。なので、動画が長く見られるような工夫っていうのをしていく。みたいなところが大切なわけですよね。はい。まあ以上見てもらってもわかる通りですね。数字を見るだけで、課題が出てくるわけですね。じゃあ、その課題をどういうふうに解決していくのかっていうところまで具体的になっていくわけです。なので、必ず何かを改善するときっていうのは、必ず数字。 これを意識していただければなと思いますではですね本日の内容をまとめましょう今回は達成力を高める3つの力というテーマで動画の方をお送りしました、はい、1つ目の力っいうのが初動力でしたねもう素早く行動しろと、はい、2つ目っいうのが継続力とにかく続けろと 3つ目っていうのが改善力。とりあえず課題を克服していこうと。はいこの3つの力が重要なわけですね。はいでこれら3つの力に関しては、どの業界でも応用することができます。あなたもきっとですね、今何かしらの目標っていうのを持ってると思うんですね。はいでさらにはその目標が達成できなくて多分苦しんでいることでしょう。ただ今回この動画でお伝えしたこの3つのね力っていうのを意識することによって、しっかりと目標を達成することができます。で目標を達成するとですね、自己肯定感っていうのが上がるわけですね。つまり自分に自信が持てるようになります。 簡単に言うとね。はい。なので、いろんなことにこうチャレンジできるようにもなっていきますので、この今回お伝えした3つの力は、本当に財産と言えるような力なわけですね。なので、何度もこの動画を繰り返し見て、ぜひいろんな分野でね、応用していただければなと思います。というわけで、本日の内容、以上となるんですけれども、もしもね、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。